変身。はい、ついに名の元デラックスサイヤ役さんだ、久しぶりのレビュー動画でございます。はい、本日はお見せしよう、変身デラックス仮面ライダー第2号変身ベルト台風でございます。はい、まあ別名、開閉式安全装置式初期改良型変身ベルトでございます。長いな、エヴァじゃん、そんなややこしい名前です。もう覚えれるか。いやでもね、俺新仮面ライダー2回見に行ったんですよ。で、1回目より2回目の方が楽しめるね、あの作品は。マジで。なんでかっていうと、気がつかなかったところに気づけたり、2回目の方がね、作品に結構集中して見れるっていうのもあるし、わからないワードがわかるから、1回目の時、うわっていうワードとかあっても、2回目だったら、あ、そういうことね、みたいなワードがいっぱい出てくるからね、すっごい楽しめるのよ。2回見るべき、あの作品は。なんで1号じゃなくて2号買ってんっていう理由を、説明しますと、第2号だけじゃなくて、第2プラス1号がね、同じベルトなんですよ。理由それだけです。大した理由じゃないでしょう。こんな感じです。こんな感じで、これを外したら、こんな感じで入ってるんですよ。もうこの時点でさ、デザイアドライバーよりだいぶでかいよ。ほら。わー、これですよ。これいいな。本来はさ、ここパッカーって開いてギューンって回るんだけど、もうね、そこまではね、再現できないから、これね、一回、ここ外して、こうしないといけないのよね。遊ばない時は、蓋を閉めればいいかなって感じですね。で、電池ここに入れる。はい、電池入れました。で、これをこうつけるわけね。できた。これが台風ですよ。開閉式安全装置付き初期改良型、電源つけますよね。電源オン。もう一回やろう。で、下にボタンがあるんで押していきますね。変身したのか。次が？もう一回押そう。ん？これ変身音だね。これ長押ししたらどうなんだろう。なんもない。長押ししても一緒か。でね、ここはね、特にないから、遊びとしてはこんな感じですね。はい、なるほどね。あとはみんなの想像力に任せろってことか。いやでもね、これすごいのがね、ちょっと遠くから見たらわかると思うんだけど、大人がつけたらちょうどいいんだよね、本当に大きさ的に。そうだから、よく見えるというか。あ、これ1号だそう、大きさ的に全然よく見えるからね、いいんだよね。
いいね、これがあんたのフルスペックか。いいね。ではお見せしよう。変身。普段変身ポーズする人だけどさ、これ変身できる？ダメだ、次回作に乞うご期待ですね、本当に。まあでも大人の作品だとあんな感じになるんだろうな。いいね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よく言うでしょ、よく言うでしょね、YouTuber さん。